ようございます。今日はね、ショッピングから始めたいと思います。今ねちょっとシーリング、中の屋根をねやりたいので、インソレーションとプライウッドをね買っていきたいと思います。上に使うインソレーションはねちょっとまた壁と使ったインソレーションと違うものをゲットしたいと思うので紹介していきたいと思います。今ねホームディポっていうところで、インソレーションを買ってきました。中でねちょっと動画撮れなかったんですけど、こんな感じで今後ろに乗ってます。これからねロナっていうところに行って、プライウッドをね8枚ほどかなゲットしていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、今ねロナソープみたいなところに来て、ここにねいっぱいプライウッドがあります。で今回ゲットするのがこのプライウッドなんで、これをねバシバシ後ろのトラックに乗っけていきたいと思います。はい、今こんな感じでね積み終わったので、これから、モーターホームのところに行って作業を始めたいと思います。はい、今ですね買い物終わってモーターホームの方に着きました。ちょっとねインソレーションのことを紹介したいなと思います。今回買ったのはね前、壁に使ったインソレーションと似てるんですけど、まあ同じような発泡スチロールなんですけど、もうちょっとね厚みがあるような感じです。なのでね、保温してくれたり、もうちょっとグレードのいいものになってます。まあその分ねちょっと値段もするんですけど、これをねシーリング屋根のところに使っていきたいと思います。壁はね、薄い、インソレーションを使ったんですけど、屋根の方はね、フレームが 2x3 を使ってるんで、厚めのねインソレーション入れられるので、ちょっといいものを入れていきたいと思います。まあこれからねちょっとメジャー測って線書いてカットしてって、やっていきたいと思います。今こんな感じでね半分ぐらいまで来ました。やっとまだまだこっちあるんで、ちょっとスピードアップしてやっていきたいと思います。はい、やっとここまで来ました。バースルームの手前ぐらいまでやっと来ました。意外とめんどくさいのがね、この配線たちをどういう風にかわしていくかっていうのが結構めんどくさいですね。あとちょっと今日中にねここからこのバースルームの壁までね全部やりたいと思います。やっと全てのインソレーションが終わりました。こんな感じで前から後ろ、そしてバスルームもねこんな感じで全て綺麗にインソレーションが入りました。気づけばもう夕方また明日はね、天井プライウッドをね全て貼れればいいなと思います。そしたらだいぶ形になるかな。なのでまた明日頑張ります。今日はもう疲れた。はい、今日はですね日本から、スペシャルゲストがこのために来てくれました正代くんです。今日はね、屋根をね張ろうと思うので、そこをちょっとね大工の日本の大工の力をちょっとね見せてもらおうかなと思いますなので、今日多分終わると思います全部なので楽しみにしててください。なのでよろしくお願いします、はい、お願いします。よっしゃ、やっていきます。時間もないし、じゃあちょっとやってまいりました。はい、お願いしますここ
の状態で行くしかないな。字が汚すぎるから一発でいけんかったね。グッと吹け。ハマったね。ちょっとでもやっぱりこの必死、完全に必死っていうかその。うんうんうん。一個一個のあれが取れ切れてないからバチンとは決まれへんね、やっぱりね。まあまあ、ついにやっと1枚目の屋根がやっとだよ。ここまで長かったな。まだまだ全然あるけど、こんなに。一発か。はい、こんな感じでここまでね終わりました。俺は特に何もやってません。正代くんの頑張りでね、まあ、ちょっとね、時間あったら張り切れたんけどね。でもすごい結構形になってきたかなって感じです。うん、楽しみ楽しみ。どうやった、なんか違う？うん、ほんまに元の形が違いすぎるかな。そっか、やっぱり寸法とかが全然違うから。そっかそっかそっか、難しいかな、難しいかな。まずメジャーの、ね、メモリが違う。メモリが違うよね。そうやね、ビートとか使わない、使わないもんね。はい、な感じで、まああとはね、こっから後ろは自分がちょっと頑張ってやっていきたいと思います。一番難しいところ。そうやな。まあまあまあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。今日は。はい。ではでは、また。バイバイ。ついに、ついにシーリングがすべて張り終わりました。こんな感じです。全部きれいに、バスルームも
こんな感じで終わりました。こうやって見るとやっとモーターホームらしくなってきたって感じです。やっとここまで来たな。まだちょっとねバスルームの壁がね終わってないんですけど、こっち側はねもう終わって、あとはこのサイドだけ貼ればもう壁と天井と全て終わりかな。ここからね壁紙を天井に貼ろうと思ってます。はい、こんな感じでですね全ての屋根が貼り終わりました。正代くんありがとう結構ねバスルームのあたりがねめんどくさかったです。まあなんとか終わったかなっていう感じです。見てください外、もう夕方です。はい、これでねやっとちょっと一段落できるかなと思います。今日はこんなところでありがとうございました。